皆さんご機嫌をおもて広明です、えー、今日は先入寺の4回目の法要というのを終えてきましたあの本当にこれ4回にわたって先入寺の法要ができたことは皆さんのご協力の様々だと思っています今までこういうことをやるのは大体密次でやってきたんですね特に天皇家のことを何か触るということはおこがましいということで今までまあ日本ではあんまりあの陛下のことをね えー、そもそもあの触ってはいけないみたいなことをこんな気風がありますが、まあ、今は随分あのスマホでね陛下の写真を撮ったとかねそういうことがあの いろいろとご大抵の時からいろいろありましてねなんだか日本もそういうふうに、えー、イギリス公室のような感じになってきたかなというところもありますがただイギリス公室と比べてみると何が違うかというと歴史が違うんですね圧力があったり当然、えー、皆さんも自分の家のルーツを調べていただくと分かりますけれども3台ぐらい調べますといいことばっかりじゃなくて、まあ、偉いことがあったとかね でもう存続ギリギリやったところに養子向えたとかねこんなこといっぱいあると思いますそうして今の私たちにつながっているということを考えるともっとやんごとなき人たち、えー、こういうふうな国の中心のところに置かれる人たちは、えー、政治的に為政者がいろいろ利用したいとかそれから、まあ、あの暗殺があるとか、まあ、こんなことは当然ついて回ることなんですね。それでもなんとかここまで存続をしてきたというのは国民の中でやっぱり一つの文化文明をおこの存続していきたいという。 そしてこれを長きにわたって受け継いでいきたいという気持ちが働いている。まあこれが伝統文化なんだなと思います。えー、前にね日独の話もしましたけど、ヒトラーはえー非常に日本に愛着を持っていた、尊敬をしていたって言われてます。他の国では王家がコロ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 変わるのに、なんだか変わらない一つの王家ではないんですね。王様の上にあるもの。王様同士はどうなるかというと揉めます。 王様同士は、当然、えー、どうの、運輸かっします。あのー、キングダム見てもらった、わかりますように。王様同士は、その揉めるもんなんです王やから。でも、王の上に、非があるわけですね。え、あの、皇室の皇という感じですね。今言ってるのはね。王という字の上に、非があるんです。王って、何を、あの、感じで示しているのか、いたら。股を開いて、ここに、手があって、こうやって、支えているというのは、王という字やって言うんですね。うん でみんなが支えて王たちが支えている上に太陽、丸に点と太陽があるわけですね。この太陽の上に実は光室の光というのはもう一つ点があるんです。ですからこの太陽の上に点があるということ、この太陽の運行、銀河の運行から太陽系の運行を、 あの司る地球を滑るものというような意味でスメラーミコトと言ってるわけですね漢字はそれを表しているのでこう、えー、にもいろんな漢字がありますが、えー、王様たちが支えている上に火があってその上に天があるんですねまあ、この天のことを天皇というふうに言っています今日あのね、梨本さんも来られていてお話しされましたけども天皇には選挙権はないんです 天皇には名字がないんです。名字がなかったらあの当然選挙権ないんですと。ということはもうこれは人間の仕事じゃないんですよと神の仕事なんですよと。まあ、誰が選ばれたにしてもどのような形で存続したにしても天皇という仕事は人間の仕事じゃない神様の仕事であるということま言ってたわけですね。そしてこの歴代の天皇陛下の御霊がお祭りされているのがこの京都の千鳥寺ですね。えここはあの空海がね泉が湧くここに二の水が湧く ということで水が湧くとかそこに、ね、井戸があるんですけども、あのーまあ、そういうことでここでいろんな薬を作ったりとかいうこともあったと言われてますが、まあ、今は真言宗の諸派がここを守っているということで、えー、歴代の天皇陛下の墓所には今の陛下も上皇陛下も今の陛下も参拝されてます。まあ、そんな中で私たちも国民としてです、ね、特に、えー、歴代の 石となった国の礎となった方々に、えー、の包容をするということが重要じゃないのかとまずそこから始まりたいそして、まあ、言うに言えないここととももれははやんごとなき人たちのの中中ににああるる藤原氏の中にも当然あるで言い悪いではなくてそれらを全部ねえー、恩衆を超えてって今日梨本さんも言っておられましたけどもう恨みつらみを超えた中でまず許しなさい許すことが許されることなんだと。 許許すもものはなおも許されるって言ってね、えー、セイ・フランチェスコが言った言葉ですけども自分から先許しなさいとそして、えー、諸外国のいろいろな最、あのー、悪をね、えー、直していくというかそういうことができるのは日本の役目じゃないのかなとまず日本の国内の中で二元論で割れたり私たちが、えー、誰が悪いこれがいいとかそんなことを言っているんじゃなくて今やもう政治も党派じゃないんですね。党派じゃなくなった今はもう日本もしくは世界。 これ,があのこれらが平和でなかったら私たち日本だけが平和であっても隣の韓国とか北朝鮮とかいろんなところがロシアとかこれ風邪ひくとやっぱり余波を受けるわけですそう考えると世界がどうやったら平和になるかそのために私たちがもっと尽くしていかないといけないで今日は特にイスラエルの僕は7年来の付き合いのヘブライ大学世界最高峰の大学と言われてますアインシュタインも出た大学です。日文学者の 学部長ですが、えー、あの西武先生というのは来ておりましたで久しぶりに、えー、しゃべったりしてたんですけどもやっぱり、えー、この争い事があるということはバーミニットってよくないそし,てそして何が問題かというとやっぱりそこについての お祈りというか考え方ですね考え方とそのイデオロギーは祈りにつながるんですけれどもこの考え方をお互いが認め合うことが重要であると、ね、どっちがいい悪いとかいうことよりも先に認め合うことそして相手を認めること。 でそれが絆になっていくわけですね。相手を認められないと、こっちも認められないわけですから、それどっちが先かってこっちが先に相手を認めるということが重要です。絆というのは、えー、理解することからできていくので、自分が理解してないのに、相手に理解してくれば無理です。ですから、そういうことをもう物理的に簡単に考えて、しっかりと実践をしていく。だから、今日西武教授もおっしゃってましたけど、できるだけ日本人にはそれができる力がある。天皇という、えー、一つの大きな人間以上、 のなんていうかねその立場というものを支えた歴史があるということを考えると日本人が本当に世界の平和を実行していく力があるしまたその役割であるということを今日しっかり言われてましたねですからどうしたらいいですかということをみんなでも話しあったんですけどもそれは皆さんが世界にもっと出向いてそして平和活動運動を実務的にやってください。 とととといいううここが重要であるということを今日もししっかり言われてました私たちはまあこの11月の世界再生運動としてのねフィレンツェからドイツ、えー、この授業やります「日読意のこともねもう一回考え直す」ということ、ね、でフリーメイソンとかイルミナティとか言ってるものもみんなが思っているものとちょっと違うと真実とととと原点を知るるるここによって誤解が解けるところががけろあると思いますそしてお互いがしっかりとなんだそういうことだったのかというふうに理解しだしたら全てのものは元に戻っていくんじゃないか ね、ディープ制度というのも新しくできた言葉で要するにお金を持った人たちの中の争いとか商売の題材に一般人が被害を被るということがあるということですこれ戦争と同じですね、えー、どこかでお金儲けをしようとしたら犠牲者が出るとそれは必要以上にお金儲けをしようとしているからですねみんなが分かち合って分け与えてみんなで楽しく食事をするみんなで楽しく暮らしていけるというような世の中 だから樽を知るということねそして今日も言っていた一番重要なところまあ梨本さんも言ったんですけども陰徳を積むということねでこれお金を持っているから武器を持っているから戦力があるからそれで国を統治できた試しは歴史ではありませんね陰徳のし徳を積んできたこの人には頭が下がるなと、この人にはついていきたいなというところで初めて天皇であるとかそれから異性者のトップであるとかがその 徳を持った人が現れた時に国が治まるんですね国が治まるということはどういうことかということは天,天変地異も収まるんですですから良い異性者もしくは良いリーダーが現れた時にはおの、えー、ずと天地も収まり人も収まります まあこういうことの祈りを私たち山陰ではね天地人それぞれが収まるという祈りを密事としてやる行事があります。まあこういうことを私たちのずっとやってるわけですけれども常に天神地が収まりそして えー、みんなが幸せに暮らせるということが重要であるというふうに思っていますまあこの天皇陛下の歴代のいろんな無念とかそういうのもあったでしょうけれども、まあ、今となっては万民がそれに基づいて今の,あの、まあ、人間としての陛下ということもあるんですけれども基本的にはもうこの慰霊を行っていくということそれに落ち着いてもらうそしてすべて恩衆を超えて皆が仲良くしてもらう昔のいろんなあのたたりとかいろんなことも言います。 けれどもそういうものを収めていくのは万民の真心しかないんですねですからそ聖書世主,の主となる私たち日本民族は祈りの民であるというふうに昔から言われてますけどみんなが国の体制に対して祈りを捧げるそして為政者たちの心を動かす祈りの民となって世界を安揮することがこれから重要な私たちの役目じゃないかなということを、まあ、この先入寺の法要4回目をさせていただいて改めて、えー、感じさせていただきました。このあのあ 今年年は去のの倍の人数が来てます、まあ、ここもキャパがあるのでこれむちゃくちゃ増えても入れないのでなんか抽選になったりなあのしていくのかもしれませんがでもできるだけの方はあの参加して一緒に乗っていただくと それだけの効力が発揮できると祈りというものはそのまま力ですそれが具現化していくもんですからね是非皆さんもお、まあ、来年も今度5回目の先入時の法要がございますが、えー、天皇系歴代を祀るお寺があるということは国民にとっても重要なことです。まあ、ここが収まってもらうということと日本が収まってもらうということと具体的な三次元体が収まってもらうということそして世界が安寧であるということは祈りの根幹を貫く大事です。 ね、重要なことですねでそれをしっかりと分かった上でもう一度宮廷に祈りを取り戻した時のように、えー、私たちはもう長い間政治の世界ね政教分離と言われる中で生きてきたと思いますが政教分離はありえません。魂ととと肉体を切り離せというのと同じですまず 霊主体重魂があって肉体がある受け皿としての肉体があるこれと同じように祈りがあって社会生活があるということをちゃんと取り戻さなかったら家庭のの崩崩壊壊や社会の崩壊ににがってていいいいるるとととううことをもう如実に経験していると思います我々が私服を取り戻すためにはもう一度祈りに戻ることそして宮廷からもしくは政治から再生一致ということをもう一度歌い直すことが必要じゃないでしょうかそして家庭生活にも祈りを取り戻していく神棚な仏壇 が普通に家に家あって神様、えー、自分のご先祖様と毎日話ができる毎日営みを続けている生きても死んでもというように、えー、魂はずっと生きているわけですからそういう,う家庭生活が今失われつつあってこれを復活させるために今私は一生懸命今まで皆さんに、えー、日配であるとかお茶とであるとか神棚の祭り方であるとかを伝えてきたわけですね。こここれれがととでではななくくてていいいいかかかかにに重要らの社会構築を変えていくかという 早道であるということがそのうち分かっていただけると思いますがもうずいぶん皆さん分かっていただいて今年は去年の倍の人数が参拝いただきました、ね、歴代の天皇陛下の、まあ、いろんなあのアクシデントはあったと思いますがそれらも全部乗り越えてまた新たな日本から世界平和を募っていくような行事をしっかりと行っていきたいと思います今日は皆さん本当にありがとうございました皆さんの祈りが必ず世界平和を実現化させていきますようにお祈りいたしますありがとうございました